签牛排在铁板上滋滋作响，顿时香气四溢，还没上桌就让人口水直流。来自日本的佐贺牛，有着布满艳丽色泽的大理石油花，口感细腻，相当受到饕客青睐。佐賀牛の特色は、お肉が柔らかくて、サシの細かさはあるんですけど、佐賀牛の一番の特徴といたしましては、脂の軽さでございます。抢攻高端餐饮商机，饭店业者与获得米其林一星的日本餐厅合作，除了采用铁板烧方式料理和牛，也带来日本原创的快木蒸笼。先用水菜、白菜、香菇、红喜菇等满满蔬菜铺底，蒸上五分钟后，再放进大片牛肉，粉嫩的和牛加上鲜蔬，再搭配精心调配的酱汁，呈现出极致美味。時代的にヘルシーにですね、健康的に召し上がっていただきたいっていうことで、蒸すっていうことで油を何ですかね、落として、それでポン酢とごまだれであっさりと召し上がっていただくっていう調理法です。看准现代人越来越注重健康饮食，利用蔬菜平衡和牛的丰富油脂，煮出推荐的创意料理吃法，带给消费者多元化的味蕾享受。记者黄孟可赖君台北采访报道。遮不住的太阳就像没不了的良心。